ますので、この試合終わったらこっち来てください。お願いします。はい、こっち来てください。ルール説明します。今日はね、東西戦の予定だったんですけども、東西戦ではなくトーナメントで行います。これでバイバーさんこっち来て聞いて聞いてる、大丈夫、ペコさんはやってる、やってる。はい、では誰、ペルオ、オッケー。はい、それではトーナメントなんですけども、例えば草くんとあぜくんが戦うことになりましたつったら、日本選手です。1試合目草くん、チュンリー、あぜくんがいる、2試合目逆。これでフェアにならないかなと。ね、日本選手で逆戦で勝敗が入れ替わったら、決定戦はその2キャラのうちどっちか好きな方を使って OK。 はい、いいですか。なので同キャラで当たった場合はちょっとつまんないかもしれないですけども、日本選手ということでよろしくお願いします。まあ竜は3人4人いる、あーダルシムだ、間違えた、竜が2人、3人いるから竜はちょっと怒りやすいかもしれないですけども、他のキャラは大丈夫ですね。はい、というわけで組み合わせ、はい、できました。いやー、1回戦 いきなり竜同キャラですね。破天荒対エロモンからいきますのでよろしくお願いします。ここのブロックはもう竜同キャラしかないんですね。これつまんないな。いや楽しくねえだろあれは。竜同キャラはつまんないです。はい、これ上が 1P 下が 2P でいこうと思いますので、破天荒さんは 1P ですね。エロモンさん 2P 側行ってください。さあ、それでは始めていきましょう。パツー X、土日大会ですね。 NVC2 ナンバとの今日は東西戦ではなくトーナメントで行います。で2試合選手で行います。さあ、エロモンが圧倒してるぞ。これ色同じなんですかね、もともと。おっと、あ、失礼しました、破天荒が圧倒ですね、失礼しました。2試合選手で1試合目がメインキャラ同士、2試合目が逆戦、3試合目はどっちか好きな方を使って OK というルールです。まあ、3試合目になるかどうかというのがちょっと運絡みになりますけども、勝てば OK ですね。1回勝てば3試合目が行われます。さあ、破天荒真空から勝利、エロモンが警戒する、これは詐欺飛び失敗。さあ、というわけでこれは入れ替える必要がないのでこのままやりましょう。さあ、破天荒竜対エロモン竜ですね。あ、トーナメント違法反応忘れた。
さあ破天荒がちょっと熟練度の差を見せつけてる感じ。さあエドモンいいめくりだったがガードされる。真空をお互い持った状態、これは完全に基礎上です。あーうまく合わせて破天荒がリーチ。さあ次の試合草対2回転ですね。うわーやりたくね。さあ飛びからコンボ入れて投げたけども、ちょっと追いつけず、エロモン下がりつつ戦うが上が出ない。しゃがみ中も暴れる。さあ破天荒真空も持って準備完了。さあどうする、大足破天荒2連勝で勝ち抜け。草 1P2 回転 2P です。すごい静かな空間が、はい、ただもう進んでますね。はい、小手くんなんかちょっとコメントをお願いします。いやなんで勝手に喋らさって、いや喋んないと実況はしないと盛り上がらないから。いやまあ、はい、そうですけど、ね、さこれでもあれですよね、ニカさんはホンダで草くんチュンリーだけど、はい、これまあ入れ替わっても草くん有利ですね。ホンダ使えるし。あ、まあそうですね、はい、草さんはホンダも結構よく使いますから、はいはい、これかなり、これなんか席チェンジした方が早いんじゃないの。あ、かもしんない。これ席も入れ替えてわざわざホンダを選んでかなり絶望的な状況になってる。あ、まあだ色がね。あ、色が、はい、黄色を使いたいというか。さあ、あれもあれか、さすがにやっぱキャラが2戦目の、はい、やっぱり使ってるって言ってもやっぱりどっちもやっぱりあれですかね。まあ、あれもやっぱ、まあ2回チェンジ結構レアですね。ああ、何気にあんまりサブキャラシリーズで見ない。はいはいはい、うん、相変わらず弱100列が頭突きに負けてニカさんがこれ実は何気にチュンリー側がちゃんとさばき方知らないと結構きついっていう。あ、はい、あのヒデ君が最初ホンダ全然勝てなかったっていう時代があったんで。あ、それが、うん、なるほど、はいはい、若干おー全然刺さって、自分でクソキャラって言ってるニカさんですね。まあ間違いないですね。さあ3ラウンド目で、これでまあニカさんが勝てば決定戦と。はいはい、いやあ、クソ、もうホンダ虫の息になってきた。さあテンションを返してきっちり返していきましたね。とりあえず100、とりあえず月逃げて、やばい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 、どっちも危なかった今。あ、そうですね、こうやって前取ってください。はい、バカーって言ってます。はい、100巻取ってとか言ってると、おー、あー、リバーサー、はい、バカー、はい、決定戦ですね。決定戦です。
あ、これチュンチュンか、これ。え、何これ最後は選べるの？なんか最後は選べないでしょ。あ、そんなことはないと。さあ決定戦1ラウンド目、まあ草くんホンダ戦は本当うまいと思うんで、はいはいはい、うん、あ、でもまあ開幕ちょっと押されてますね。こう乗っけて、この歩き飛行がすごい大事みたいで、はいはいはい、歩くことですごい画面を押せてると。おお、よく拾った。おお、もう一気に行きましたね。あ、鬼でも無双でもない、反撃ができないけど結果オーライだった。ああ、いうジョッケー、ああいうジョッケーですね。さあ、ニカさんと、はい、後がない。ニカさん、この前が、この前きついですね、この前が。あー、唐辛子アート、はい、こう、まだいける、この前、まだいける。あっ、天章が潰された。おー、一応、はい、もう若干反撃はない。もう一回逃げて、重そう。さあ、でも全然まだホンダリード。あー、さあどうなんの。あー、コパン、ジャンプコパン、はい、頭突きが刺さって、これはあるよーと。確かにありますね。熱いっすね、これ。事実上の決勝戦ですかね。熱さが決勝戦レベルか。これ多分このルールだと、はい、バイパーさんが一番強いんだと思うんだよね。あ、本当ですか。あ、確かにそうですね。フォーク使える人がほとんどいないんで。はいはいはい、この体力でこの位置だとちょっと使える体力がない。いや、もうこれセーフティーなとこですね。クルージングモード入っちゃうかな。はい、ちょっと近づくのにやっぱ体力が必要ですよね。あー、どすこいじゃ。あー、さあ、ニカさん初戦敗退。これ毎回リセットしないといけないのでちょっとめんどくさいですけども、はい、というわけで草くんが勝利。次、ガイスト 1P バイパー 2P で、ガイスト 1P、 ガイスト 1P 向こう。ワンピーそっちそっちそっち、ルール聞いてますか、大丈夫です。はい、1P がガイストブランカ、 2P がバイパーホーク。かなりひどい組み合わせになりましたが、2試合目は入れ替えになりますので、さあ、これは、ま、ぶっちぎりでブランカが優勢と言われてる組み合わせ。とにかくバックステップがだるすぎる。ローリングも強い、コークの飛びも落としやすいと、いろいろ揃っている。おっと、うおっと、さあ、バイパーがまずはピッカーンと光り、1本目先制。次、手 1P、アゼ 2P でございます。こんばんは、どうも。お、外人ヤッホー。さあ、もう回せないが、さあ、ブランカもダメージ取るのはちょっと面倒くさい組み合わせではありますね。三角を相打ち取っていく。さあ、コンドルダイブから持っていくか。さあ、トマホークにバーチカル、今のは偉かった。さあ、ダブル台風がチャージ完了。どうするの。あー、回せない回せないだー。くるっと回って、さあ、ダブルだったら死んでたところ。2回目はおそらく強台風でもドットか死ぬかという感じになってましたが、なんと回せず。さ
ローリングアタックという技は他のキャラに対してはそんな強くないんですけども、重量級にはめっちゃ強い。さあトマホーク読み合ってダブルダイブドン、知らない N コパー、うわーでかい。さあこれはコンドルガードでも死ぬ可能性がある。コンドラ2ドット削ることがある。どうする、ローリングは打って OK だが、あーダイヤ刺さってガイストが1本選手。さあ逆です、イグジットに合わせてコパンを押してください。ガイストホークバーサスバイパーブランカですね。さあいつもの恨み、これはね熟練度が足りないホークはまあ勝てないでしょうね。おっと上から乗っかって回せない。とりあえずローリングマジできついことをこれで面白いことになりますね。ローリングを止めるためにはしゃがみジャックパンを打たなきゃいけないけど、しゃがみジャックパンはスライディングでくぐられたりいろんなことになる。さあローリング端っこを背負わせてのローリングは思いっきり歩けば台風確定したりしますが、状況がそうならない。さあ高い高い、お結構減ったぞ。ガイストウォークは、ガイストさんのサブキャラ見たことないんで使えるか分かんないですけど、スライディングは相手方向斜め下で強パンチです。さあローリング切って、あっとサービスの変な技が漏れる。さあブランカが勝ってしまい、最後の試合はおー、まあ大体メインキャラ同士になるんじゃないかなと思うんですけども、そうとも限らない。さあやはりメインキャラ同士になった、ガイストブランカ VS バイパーホーク。さあ相模行パン、おーっとしかしここはゼロフレカミツキ成功、技を埋められていたはずだ。これは危ないぞ危ないぞ、がこれはもうドットはやばい。やはりローリング強かった。さっきバイパーさんがやってたあのローリングですね。前に歩いてきたローリングパラスト、もうシンプルだが非常に強力。スライング相模5番回せない。うわーっと強体がエラーすぎる。これをもう守りきるしというのもできますからね。さあさっきはあそこでトマホークをすかされ中足中足ローリングから逆転をもらった。今度はそれはさせんと、うおっ、さあ対空が出ない。うわーバックステム出せなかったですね。さあ次の試合は手対あぜなので準備しておいてください。おーっとこれは大き攻めが厳しい。まあローリングしょうがないですね。次ガイル対ダルシムなので、うわー勝ったのはバイパー。で 1P アゼ 2P です。次がペコ対破天荒です。
いいですよ、そのまま始めてください。これアゼくんが勝てば次コテくんがニコニコ顔になるというやつですね。さあゆるドリカ、おっと大事、スラストツーエー、ツーエー、結構頑張ったんですけども、体力勝ってんのはダルシム側。あーこのルールは、まあ、総合力が試されると同時に、まあ、このゲームのひどいキャラ層をちょっとカバーできるかなと思いますので、僕の、あの職場の友人が考えてくれました。さあダルシム対ガイル、サーバーからのめくりをガードよく確認したバックジャンプコマン、あー、まあ、しょうがないですね。さあ、テイダルシムが勝利。はい。さあ、テイガイル VS アゼダルシム。これは日頃の恨みを晴らす時が来ましたよ。まあ、ホーク、ブランカに続いて、ひでえ組み合わせになりましたが、あははは、さあダルシムを使うのが難しいですね。ガイルの方が簡単ですね。さあうまい、あれはまあ見てからですね。フレーム、ダブルサマー出してみる。これねダルシムもそんなに簡単じゃないので、楽ではあるけど簡単じゃないんですよね。さあ対空をちゃんと使い分けないといけない。ガイルは飛んできて OK。 さあ低ガイルが、あはこれはちょっと安かった。しかし投げが通る、ジャブで落として乗っかっていく。まあ当然インフェルノは出ないと思うので警戒しなくて、おー出たー、2ヒット出るじゃん。なんでインフェルノだけ出るんだ。ああうまい、さあテイガイルが、あーあさあジャクソニックが立て、テイガイルがリーチをかける。さあアゼダルシムひでえ動きだ。これだけやってりゃ勝てるんだろうというしゃがみ中パンチを全部ガードされてる。困ってドリル、よくないですね。困ってスライディング目の前で使っている。猛連打。さあしかしなんだかんだあって体力が寄ってきたドリル。さあ手がこのまま行っちゃうのか。あーバカになった。なんだなんだ、どうなる、バックダウンチェックか。でもなかなかいい勝負でしたね。さあそれでは決定戦、2キャラのうちどっちを使っても構いません。さあ 1P 側テイダルシム、 2P 側アゼガイルで、まあ、メインキャラ同士ですね。さすがにダルシムは使えなかった。ダルシムは使うのめんどくさいです。さあそれにこっかけてるが投げられる。ワンチャンはありますよ。さっきもワンチャンありそうでした。さあこうやるんだぞと、おっと表三段投げらんない、がむしゃりにいったが
がむしゃれなかった。さあ勝ったのはT。さあそれでは次の試合は、1回戦ですね。ペコ対破天荒、ペコ 1P です。ここのブロック流流しかないのでつまんないですね。流流ってやる意味あるんですかね。次ペルオ来てます。ペルオ、ペルオいる、来てない。じゃあ飛ばそう。さあ 1P 側がペコ、 2P 側が破天荒。もう一回トーナメント貼っときます。こんな感じです。 X 勢サブキャラが少ない人が多いので、こういうところでね実力を出すのが難しいかもしれないですけど、サブキャラ持ってる人はいろんなサブキャラを持ってることが多い。さあ飛び通らず、なんだかんだ削られて、うわこれは波動重ねて避けて勝ってるの破天荒。おお守りきた。今の真空は静着だったかどうか、一度と削られるのを嫌がりすぎましたね。お、いいサビトイ。さあペコアッパーで落とす、踏み込んでいく。さあ転倒ペース、あっと真空打てない。やっぱ数えてますね。こっちは数えていない。この差は非常にでかい。なるほど、やっぱりつまんないような気がしますけども、 1P 側のペコ流が取り返す。真空を持ったら真空の余命しかなくなりますからね。さあ真空を貯めることを第一に考えていく。さあ端っこ、ペコさん相手側は数えてるんですかね。ナイス避ける。弱小竜から真空のある6つ目、これはきつい。しかし破天荒が、あーっとどうなる。さあうまく避けつつ、おお飛び込みを当てて破天荒が一本選手。ペコ流対破天荒流です。今日は1回、日本選手で1戦目がメインキャラ同士、2戦目が逆戦、相手のキャラを使って感じですね。おっとボコボコにされている。で2戦目で勝負つかなかったら3戦目はどっち使っても OK というルールです。さあ竜巻音が目なし、それどころか逃げてくれた、おいしい。さあペコの真空の溜め方が非常に早い。このラウンドは完全にペコペース。さあ真空を合わせることに集中しているとどんどん削られるぞ。さあ考えつつ波動拳、あーこん珍しい、これは真空、あそこ弱波動の方がいいんじゃないかな。まあ OK ですね。さあ勝利落としていい飛び、今度こっちは当たらない。黒い方がペコ、灰色が破天荒です。破天荒下がりながら戦う感じ。
ペコはゲージを貯めたら前に来る。たまにしか打たないってことはこれは、すごいな、本当に数えてるんだよな。さあどうする、連携アンジャンプから前に行くが、破天荒がリーチに勝つぞ。これは1回でも波動からしたら、おーっと破天荒連勝でペコを撃破。はい、ベルを着てないらしいので、イロハ対バイパーです。 1P イロハ、 2P バイパー。バイパーさん、試合だよ。次、固定対手ですね。ベルオは来てないのかな、ウルフをやってたりしない、大丈夫、いないっすね。さあバイパー、またしても試練のキャラ出てくるのはイロハ DJ。 しかしこれ先鋒戦勝ったら逆戦は非常にウキウキになりますよ。おっと繋がらない、ここのコンボミスは痛恨ではだー。ちょっと目を離したら光っている。さあコンドルからの、あーっと回された、サギ飛びは高いがコパンコパンダブルで一瞬の出来事。さあそれでは逆戦いきます。イロハホーク VS バイパー DJ ですね。紫は押しっぱなしです。さあ 1P イロハホーク、 2P はバイパー DJ。 しゃがみ中パンが強えんだぞと、しゃがみ中パンが強えんだぞと。おっとトマホーク詐欺飛び不随。さあしかしイロハホークが何気に動けている気がする。おお、とりあえずカーニバルお祭り騒ぎだー。 DJ のジャンプ攻撃、弱攻撃全部強いですからね。登りコキック確定、これはしゃがみ中キックで落ちるところですね。さあエアスラが早すぎるんだこれ。さあイロハうまく取れれば、これはあー先飛び難しすぎる。さあどうするだー。普通に光ってきた。さあバイパー勝ち抜け、コテ対手ですね。コテくん 1P、 コテ 1P、 手 2P です。さあサガット対ダルシム、サガットダルシムはメインキャラ同士ならまあ納得してとりあえずやるかみたいな感じですけども、の試合ではほとんど起こらない組み合わせ。なぜ起こらないかっていうとダルシムが遠慮するからですね。さあさすがになんか下手を打ってますけど大丈夫ですかこれ。
おっと、あいつ、おっ、あー、いた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 、確定タッチューキック、下で弱タッチパンチ潰しですかね。確定、何にでも確定が飛んでくる。そしてこのファイヤーを飛び越えるのが無理、絶対に落とされる。相殺しても確定を食らうので、これがきついんですよね。ダルシムのファイヤー先に撃たれた瞬間にきつい。どうする、うわー、厳しいが、タイガーショット当てて、あー燃えちゃった、画面外れる。しゃがみパンチ確定、ドリル よく見える。おっとははは、無理っぽい。さあ、それで逆転です。逆は さあ、 1P 側固定ダルシム、 2P 側が手サガットです。これね、結構いいルールな気がするんですよ。普段やられてきついことを相手がやってきてくれるんですね。さあ、ぐちゃぐちゃにしていく、ぐちゃぐちゃにするしかないことをテースタルシムは分かっている。さあ、テーサガットがとりあえず固定、タルシムも秩序を保ちに行かないといけない。あー、今日アパが、さあスラタイクが戻り、さあ固めまくって、壊し壊し、つながらない、スライディングが安い。お、インフェルノ出る、投げない、あー小手君、ダルシム練習していきましょう。今度何も知らない。はい、それではテーダルシムが勝って、え、ペルゴは結局来てない、しょうがないな。じゃあペルゴ枠を後から来た人でやる、うん、3人ぐらいいる。あー、ちょっとめんどくさい、めんどくさいな。じゃあペルを抜き、ここはできるけどこっちできないから。あ、なるほど。じゃあもうここまでやったんでしょうがない、あのペルを罰で。じゃあ草くん勝ち抜けということで、破天荒対草いきましょう。はい、破天荒 1P です。次がバイパー対手でございます。さあ 1P 側が破天荒竜、 2P 側が草チュンリー。みんなね、もっとサブキャラを使った方がいいと思います。サブキャラを使うことで分かることはいっぱいあります。おっと、完璧なシンク、あーはは、ヘル投げるよ、ほらー、すーぐ、あれはもう必死こいてガードスタートに絶対勝利です。あばあ、おお、完璧、破天荒、破天荒今日キレッキレですね。さあ、さっきはこっから負けた
ファイヤー竜巻、あーはーはー、もうやり直しこいつよ。どう思う、このチュンリーってキャラ、キャラクソでしょ。さあ破天荒チュンリー VS サリューですね。さあ破天荒チュンリー見たことない、破天荒さんマジで竜以外見たことないんで、コマンド知ってらっしゃいますか。キックお安い、百裂強えぞあれは。さあ草竜がガンガン飛ばれて一竜からの勝利出ない。これはあー引っ掛けた、めくりは難しい。踏んづける真空で、嘘でしょ。波動拳2回でパンチ、波動拳が出ない、マジか。僕そんな人に小物道負けたの。さあ破天荒チュンリーがこれ投げかく、よく取った。しかし中小竜暴れは出るっぽいですね、暴れの小竜は出るっぽい。ここで真空が溜まってしまったので上から行きたいが全然出ませんね。あはは、いいよ、すーぐそれですから、すぐもういいね。普段やられてフラストレーションが溜まってんの全部ぶつければいいんですよ。お前がやってんのこんなクソな行動なんだぞと。あとあれは中キックをしてたら勝ちますかね。飛び込みは中キックです、中キックが一番いいです。さあ戦列を持った真空もある、こっからは戦争だ。ジャンプ強キックは減らない技なのでおすすめしません。リーチも短い。おっと、あははははははは、まあ。さあ草が勝利、次バイパー 1P で 2P です。さあ際物同士になりましたね、フォーク対ダルシム。メインで使ってないとそもそもキャラを使うのが難しい2体、やはりこういうキャラが上がってくる。さあテレポが出ずに、ここでテレポ真ん中に逃げる。このテレポを1回やるだけで、そうですね、2回目以降はかなり遠くなります。リバーサルで出しても前に化けるので。おっと、うわさすがバイパー。あ、メインスイッチ、そうイエス、メインキャラクターはファーストマッチがメインキャラクターバーサス、そしてセカンドマッチが、キャラクタースイッチですね。さあ今度はテイダルシムペース、あーっと、あそこはバイパーお得意のダブル台風ってポイントだったが、まあコンドルダイブの着地の隙はかなり大きいので逃すとダメですね。タタチェック、コンドルが相打ち回せない、テレポがめんどい、テレポーテーション、インフェルノ削り。さあこれで、ではサブキャラド、メイン交代で。
強キック。ああ、バイパーガルシム対テイホーク、マジで見たことがねえ。さあスイングブラスト、さあテイホークが苦しんでいる。三角中足ボディリビュール、さあ近くく、さあ手がリーチをかける。ダルシムはやっぱり対空が難しいのをいいことにフォークがガンガン飛ぶと、ちゃんと対空が出せればダルシム有利になるが、おっといい掴み、ふうブラストがさっきからかなりいい当たり方をしている。ラチコギ開始になるとフォークが美味しい。さあ台風はいけない、ワンピー側がバイパーダルシム、ツーピー側がテイホーク。テイホークはとりあえず飛んでぐちゃぐちゃにしようという構え。さあまあそうっすよね、荒らしに行くのがいいんですよ。あはははさっきからブラストが当たりまくる。あはははさあ投げられる。さあ最後の試合はどうなるんだ。ここまでダルシムが両方とも勝ってますね。メインキャラ同士になりましたね。メインキャラクターはバイパーホーク VS テイダルシム。さあ一回こけるところだが、おーっ追いかけて、おっいい体育、うわー、さあもう守れると判断したかバイパー動かず鉄壁、うわー当たらない。しかしダルシムは別にやれないことはないですからね。おたまたまファイヤーにたまたまコンドル。さあ両者ボタンの押し返しが激しい。コンドル当たる、テレポで逃げられる、やはりめんどくさい。大変な一回、うわーバックダンプ強パンタチューヒック、強い連携ですね。さあ開幕フォークの大足が当たる、うまい。さあピオルまで当たってしまった、フレームが当たらない。これは確定もらったが、確定もらったがフォークとしてもまあ必要経費。あーっとコンドルが出なかった、テイダルシムが勝ち上がり。さあ決勝戦、テイさんがそのまま 2P 側、バイパーさん、失礼して、草くんが 1P 側ですね。では始めていきましょう。シュンリーダルシム、これは組み合わせ的にはメインキャラ同士じゃないとできないような組み合わせになった。さあテイダルシムが、いやダルシムの強みですね、相手に使わせると弱いというフルに生かして勝ち上がってきた。対する草チュンリーはチュンリーが全勝中、インフェルノボボボボボン、あとは戦列を食らわなければ。あナイス、おお今の引き中パンは投げじゃないよね、あのタイミングってことは。あー今度落ちない、見えてましたけど中足機構で空中ヒットダウン。
これはジャンプ2キックドリル、しかし中中食らってやり直し、あーと強パンで暴れる、投げかな。さあ戦列削りがでかい、どうする、ナルシムも寄らないといけない。あーうまくドリルで避けたりしながらファイヤーを打って速攻起点に前に行きたいんですが、開幕すら読まれている。投げる、あひでさあ草チュンリーが自由気ままに攻めてくる、テンションは出さない。ジャンプ中キック当たる、これはおー投げる、ゲンからのどうする、状況は草チュンリー圧倒的優勢、しかしユルドリ当たって逆転、戦列は削りに使う、百列飛行剣、あー飛んで嫌がる。さあそれでは逆戦ですね、やる意味ないって、絶対勝てない、分かんないよ。負け宣言するなら言う。さあ草ダルシム VS テイチュンリー、さあテイチュンリーがむしゃりむくり、百列と歩き投げしか狙っていない、しかしそれがめっちゃ強い、めっぽう強い、背中蹴り百列とりあえず3回も削る、ひどい話だ背中蹴り落ちませんね。さあ普段いかにひどいことをやってるかというところが見えますね。おっと掴んだ、タケーが逆に戦列ガード終わりですね。さあ一瞬、さあ大将戦です。キャラクターはまあメインになるんでしょうか。サチュンリバーサステイダルシム、先ほどと同じ、さっきは違ったっけ、ガイルステージになる、ジャンプ踏みつけは直接落とす技はほとんどないんですけども、食らった後に隠れが取れますね。しかしダメージ的にはあんまり美味しくない。背中蹴り、おっと掴んだぞ、投げられる。サクサチュンリーが優勝に王手をかける、チェック、うわチュンリーの垂直ジャンプマジで強いですね。これはザクパファイヤー垂直しているマジか。背中蹴り、投げは受け身取る、うわここも投げてくる、ピヨッタカス、あーすぐ転生、これは削りでも OK、 残り1ドットになったか、あと2回削れば OK、 貢献を下がりながら打ってるだけで、おお惜しかった狙いが良かった。さあ優勝は草チュンリーということで、おめでとうございます、おめでとうございました。総合力試されました、チュンリーしか勝ってねえじゃねえか、あ、リュウ勝ったね、そうだね。というわけで、なんかあんまり盛り上がんなかったですね。僕的には面白いルールだったんですけども、はい、というわけでの、あとはいつも通りの試合となりますので、皆さん遊んでってください。お疲れ様でした、ありがとうございます。
Walking!
Round 2, fight!
Walking!
Oh!
Thank you.
あ、今は乗り合いです。ごめんなさい、もうちょっとしたら今日は配信ストップしちゃいます。誰だろう、わかんないですね。何が何だかわかんないですね。ワンピーが草チュンリー、ツーピー側ガイストブランカですね。ガイストさんすごい久しぶりですね。こんばんは。ガイストブランカは隠れモサですよ。始めたのは結構遅めで、福山さんと同じぐらいなんじゃないかな。福山でガイストあたりは同じぐらいでヘイでやってたと思います。彼はね、A4 に憧れてこの色のブランカですね。あーごめんなさい、終わっちゃいました。土曜日日曜日のイベントは基本的に8時スタートで思っといてください。20時からスタートです。今日はね、結果はこんな感じです。今張りますね。今日のルールはトーナメントなんですけども、日本選手で1試合目がメインキャラ同士、2試合目が相手のキャラを使う。でそれで決着つかなかったら最後はメインか相手のキャラどっちも使っていいですよっていうルールです。これだとあのキャラさうんぬんっていうのがまあ大体なくなるのでフェアなルールかなとは思いますね。このルールね、ダルシムが強えんだ。みんなダルシム使えないから一方的な虐殺になりますね。決勝戦に低ダルシムが上がってきましたね。ごめんなさい、ちょっと10時前なんですけども、ここで配信はストップします。皆様ご視聴ありがとうございました。また来週、来週はあれか、あー今月は土曜日が5回目あるのか、日曜日も5回あるのね。来週末はイベントなしかな。バーサスのホームページ見よう。イベント予定。あ、そうっすね。来週は X のイベントなしなので、まあ、もちろん東西戦はやりますけどもご注意ください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。